おはようございます今日の話は「文系 AI 人材になる」という野口隆二さんの本のの本中から同名のブログです AI によってなくなる仕事はたくさんあるよというのはもう変えようのない事実であると、まあ、そういうことですね。で AI とともに働くスタンスにも切り替える必要があるんだと、まあ、新時代の新しい職種にチャレンジすればいいと、まあ、そうは言ってもなか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 難しいわけですけれども。 えーまあ、AI 一番リスクが高いのは AI 失職を恐れて今の仕事に就職しすぎて身動きが取れなくなることであると全くそうだと思いますこれまでの AI 人材教育というのは AI を作ることにフォーカスされてきたとしかしです、ね、これからはそれを使いこなす人も同様に大事になってくるとここにですね AI 人材の出番があるよという話ですねでここ数年で AI を作るハードルがとても下がってきていると。 えー、自ら AI を作らずに既に作られた AI を利用するという手があるんだと、まあ、構築済みの AI サービスには Google アマゾンなどの AI サービスをはじめとして、まあ、各社のチャットボット画像認識音声認識音声合成などいろいろもう本当にいろいろ出てますで、まあ、実現場の AI 導入が増えれば増えるほどですね今後は AI を作る仕事以外の仕事が多く発生してくるよということなんですね。 でまあ、例えばじゃあ AI というのはどういうことかというと消費者はどんなふうに変化しているかというと,です、ねうんえー、と消費者は AI によるレジなし店舗ですね、まあ、これアマゾン Go アメリカでありますけれどもそれから音声スピーカーアレクサによる声の操作の一般化アマゾンコムのパーソナイズされた買い物体験、まあ、これはあのリコメンドのこういうものをお勧めしますよみたいなやつですね。それから AI による会社の変化はどういう変化があるかというと、まあ、重要速 AI による仕入れの最適化 AI によるダイ,ナダイナミックプライスと動的価格もどんどんこれ変わっていくんですねそれから働き手の変化、まあ、これはあの物流倉庫の AI 化ドローンによる宅配ほ、まあ、本当にアマゾンの物流倉庫はすごく無人化してですね驚くのは本当に人がいないんだということをどっかで読んだことがあります。 えー、理系はもちろんのことですね文系であろうと誰もがこれから AI の理解がなければ生きていけない時代にまあ突入しているよと、まあ、いわゆるまあ AI をもっと勉強しないとこれからは生き残れないよという話ですじゃあ今日はこれで終わります。